こんにちは。ニスリーンのアートの世界、ニスリーンです。ニスリーンのアートの世界では、映画や本、絵やダンス、様々な形のアートについてお話をしていきます。 こんにちはニスリーンです私のポッドキャスト第5回目へようこそまたお耳に書か,かれて嬉しいです今日は私の大好きな絵本の一つ有名な米国人作家アーノルド・ローベルのスモールペグ日本語訳ではドロンココブタについてお話ししたいと思います この絵本は1969年に出版され今でも世界中で愛されています。私は子どもの頃に両親に日本語訳を読み聞かせしてもらいながら育ちました。なぜ私がこの子供向けの絵本をポッドキャストのテーマに選んだのか不思議に思われるかもしれません。私は絵本というのは とてても重要なアートだと信じているんですよね。というのも絵本は多くの場合人が生まれて最初に触れるアートだからです。シラキューズ大学のユン・ファン・チェン氏の学位論文「絵本の心理的治療効果を探る」によると 差し絵のある物語を読む経験は子供の情緒の発達を大いに助ける役目があるそうです以下引用します絵の目的は情報を伝え言葉の意味を補うことによって意味を明確にすることであるしかし絵は単なる感覚的な楽しみではなく 情情、報、感情物語を含んでいる。絵本の素晴らしさは言葉と絵が互いに支え合って物語を語り子どもたちと心を通わせるところにある。絵本の大きな恩恵は子どもたちがさまざまな感情を経験することを可能にすることだ。以上、引用です。 ドロンココブタが絵本ならではの物語の力を示す特に理想的な例である3つの理由を今から説明していきたいと思います。笑いを誘う。おそらく多くの人にとってこれがドロンココブタの最初の印象ではないでしょうか。この絵本には とにかくおかしみがあります。あらすじはこんな感じです。あるお百姓の夫婦は子豚を飼っています。二人は子豚を自分たちの子供のように可愛がっています。子豚は柔らかくて心地よい泥の中に座るのが大好きで、おかみさんが豚小屋の泥を掃除すると、怒って家出してしまいます。 絵本は彼が外の世界で繰り広げる小さな冒険を描いたものです素朴な差し絵が子豚の可愛らしさを完璧に捉えていると思います子豚の目から見ればドロンコを失うことは大変な悲劇ですそれは分かっているのですが彼の小さなしかめっ面や 頭の上の小さなリボンを見ると、ついつい笑ってしまいます。英国の作家、ロアル・ダールの名作。マチルダは小さな大天才にもありましたが、子供は特に本の中のおどけた部分を好みます。ドロンココブタのユーモアのセンスの素晴らしさは、間違いなくこの作品を傑作絵本たらしめている また岸田玲子による日本語訳も素晴らしいです彼女は「ズズズーッと」といった日本語の擬音を使って小さい頃その部分が何ともおかしくて笑ったのを今でも覚えています。その2 ハハララドドキドキする前述したように「ドロンコブ豚」は主人公の人生における小さな悲劇や挑戦を描いた物語ですそのため面白いだけではなくてドキドキする要素もあり主人公を応援したくなってしまいますブ豚が不運な状況に陥ってしまう シーンが出てきます。ネタバレを避けるためにも細かい内容は伏せますがその場面では特に小豚のことが心配になってししまうでしょう。でょ安全な家を出て大きな恐ろしい世界に立ち向かうという小さな頃の悪夢を思い出させるような描写が秀逸な場面でもあります。最後に、 その三、貴重な教訓を得られる最初にもお伝えしましたがこの物語は可愛らしくてくすっと笑ってしまうようなお話です一見道徳的な話には全く思えませんしかし今振り返ってみるとこの物語がいかに教育的であったか特に子供たちの親に対して 深いメッセージを含んでいたかがかりますおかみさんが豚小屋を掃除するのは大人にとっては全く普通の行動であるにもかかわらず物語の最後でおかみさんは小豚に「もう二度と泥んこを掃除したりしない」ということを約束するんですよね。これは大人が子供の価値観や 大事にしていることを尊重することがいかに重要かを示していると思います。この道徳的なメッセージは？日本の古田たる日田畑誠一作の有名な絵本押入れの冒険をどこか彷彿とさせます。この絵本の表のテーマは二人の男の子が。 保育園の押し入れの中で繰り広げる冒険ファンタジーです。しかし、その裏には先生たちへの道徳的な教訓があります。先生たちは、2人の男の子の行儀の悪さに対する罰として、彼らの説明を聞かずに押し入れに入れてしまいます。この本が出版された1970年代、 特に日本では子供に対するこういった強権的な態度は今よりもかなり一般的なことであったと思います男の子たちは押し入れから出たいなら謝るように先生に言われるのですがどんん。なに押入れの中が怖くても、しませんやがて彼らは押し入れの中に不思議な世界を発見し そこで冒険を繰り広げます。外からの助けを求めることなく押し入れの世界の悪者を倒すのです物語の最後男の子たちがついに押し入れから出た際に先生たちは彼らの訴えや説明を無視したことに「ごめんね」を言いますこれ以降、保育園で、 罰として押し入れを使うこともなくなったという描写もあります。これもかなりはっきりとした大人へのメッセージですよね。子どもたちの言うことに耳を傾けなさいという作者の声が聞こえてくるようです。作数も文化的背景も全く異なるこの2冊の本に こののような共通すす。るる考えがあるのは、面白いいと思いますただ子どもたちの視点から言えば「押し入れの冒険」は子どもたち自身の勇気と強さについての話である一方「ドロンココブタ」はただただあるがままの自分であることについての物語と言えるでしょう。 お百姓の夫婦は子ブタの変わった趣味やちょっとドジなところにもかかわらず彼のことを一貫して大事にしていますし彼を探しに来てくれますそしてラストシーン子ブタが大好きな泥んこにもう一度沈むシーンでは大好きなことを楽しんで生きる子ブタへの作者の心からの参加が 聞こえてくるようでですいかかがでしたかもし今日のエピソードを楽しんでいただけましたら ApplePodcast または Spotify にレビューを書いていただけると大変励みになります。もちろん説明文にある連絡フォームから絵本についてお考えを教えてくださるのも大歓迎です。 ここまで聞いていただき、本当にありがとうございました。それではまた、お耳にかかれますこと、楽しみにしております。